はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、インドカレーを食べたいなと思いまして、大量に注文してきました。でもう品は届いているので、早速ね、出していっちゃいたいと思います。よいしょ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 、はい、こんな感じでね、めちゃめちゃ頼みました。あのね、一個ずつ紹介するのがよくわかんないんで、食べながらね、ちょっと紹介していこうと思います。ちょっと冷めちゃうともったいないんで、早速食べたいと思います。いただきますと。まずはね、まあ普通にトマトサラダから。よいしょ。うん。普通のサラダ。たらとりあえずカレーを、よいしょ、まずこれからかな。これがね、バターチキンですね。甘口で注文しております。よいしょ、ナンを、そのまままず食いたいな。うん、うまっ。うん、うまっ。うん、うまい。あれ、インドカレーってこんなうまかったっけ。うん、たまらん。いいよ。うん、鶏肉はね、めっちゃでかい。うん、まずこちらの一つ目完食で、じゃあ次は中辛いこうかな。次はね、このサグカレー、まあ、ほうれん草カレーだね。これも中辛になっております。これもこれはかチーズナンをそのままこう。うん、うん、冷めちゃってるから伸びない。うん、でも美味しい。そのまんまか。うん、あ、うんうんうん、あ、でも中辛でも全然辛くないな。見えるかなこれ、めちゃめちゃうまそう。うん、うん、なんかサービスでいただいたんだけど、マンゴーラッシー、やっぱね、インドカレーといえばラッシーだよね。うん、はい、サグ完食でございます。野菜で小休憩と。うん、痛い。なんかさ、昨日その牛丼の撮影をしてて、頑張りすぎてこっち側のね、口角が今切れてて、トマトがめっちゃ痛い。じゃあ次、この甘口、いいよっと。なんかプラウンプラウンコルママイルドカレー、あのシーフードカレーみたいなんですけど、甘口ですね。ココナッツが超効いてる。うまっ、めっちゃ甘口だな。じゃあこれにしよう。これね、なんかかぶりなんてやつで、あのドライフルーツとかそういうのが入ってる、ちょっとほんのり甘いなんらしいので、ちょっとこれを合わせていきたいと思います。あ、うまっ。うん、うん、うまっ。甘いのと甘いのでね、完全にデザートなみたいになってる。うん、ちょっとこれ最後のデザートに取っとくわ。これがね、ダルカレーだね。よいしょ。あのお豆のカレー、ガーリックなんで、いこうかな。
めっちゃガーリックだ。あ、ダルいいな。今回ね中辛頼んだんだけど、さっきの別の中辛と比べ物なんないぐらい辛い。うん、なんかさ、インドカレーって無性に食べたくなるときない？なんかあのスパイス食いてみたいな。うん、分かってくれるかな、この気持ち。うん、うまっ。ネットでね、こう注文してたら嫁さんもなんかそういう気分になってしまったらしくて、さっきね、先にマトンカレーとチーズナンを食べてたんだけど、うん、夫婦で大満足。うまっ。でもできるなら早くさ、外出れるようになって、この焼きたてのナンを店舗で食いたいよ。もっとうまいもんね。うん、これ辛いな、意外に辛い。完食。その間にこれ頼んだやつ、これタンドリーチキンだ。タンドリーチキン、うまそう。もうちょっとさすがにこの子の出番かと。はい、完食。次はこれと。これがね、ベーガンキーマカレーってやつだね。なんかキーマにナスが入ってるやつみたいです。うん、うまい。中辛だけど全然辛くない。うん、うん、あ、これうまっ。よいしょ、うん、ナスうまっ。うん、だいぶのしすぎたけど欲張りました。はい、こちらも完食。新しいカレーの最後、これがね、マトンの激辛ですね。どれくらい辛いんだろう。いい匂いはするんだけどね。そんな辛くなかった。よかった。いや、もう何冷えちゃってるな。僕結構あの臭みとか癖がある食材が好きなんで、どっちかっていうとね、ラムよりマトン派なんですけど、マトンらしいに香りもしっかり入ってるんで、めちゃめちゃ美味しい。あ、でも辛っ。あれ、食べ続けてたら辛くなってくるやつだ、これ。これは地味に辛い。あ、辛いわ。でもやっぱりあの臭み消しのためにいろんなねスパイスがなんか他のより入ってるっぽいけど、一個も分かんない。何の香りか全然分かんないけど、美味しい。危ない。うん、はい、これも完食でございます。2本目を。
うん、はい、サラダも完食で、最後にと、これがマライティッカ、マライティッカマライティッカでございます。うん、うまうま、うん、マライティッカも完食でございますと。これが最後か。なんだっけ、シーフードの甘いやつ。なかっぱ、うんうんうん、はい、カレーとね、ナンを今すべて完食しました。ごちそうさまでした。いや、うまかった。久々のインドカレー、いや大満足。今回ね、カレーは6種類とナンもね4種類といただいて、食べたいもん全部頼んで食べれたので、僕はもう大満足でございます。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。